30分延長しました。何してたんだっけ。これ俺には何が必要なんだ。今ガンガン研究を進めていくべきなのか。マグネティックナビゲーション。マニファクチャー、ああ、でも作ってんのか。カウスライフルの弾がねえからな。武器はあるんだ、今。結局。あ、人がいねえ。そうだったっけ。ねえな。ねえわ。クリップよりも多くの武器を持っていく意味がない。よくよく考えたら。よくよく考えたらさ。クリップを持ってってもしょうがないし。武器より、そうだよな。こんなもん持ってってもしょうがないじゃん。弾がねえんだから。バカだろ、これ。こう見ると全然武器ない。じゃダメじゃねえかよ。開発待ちだな。ということでね、このゲーム面白いんですけども、見ててもさっぱりわからないし、古いという古いゲームを見れるだけで幸せっていう需要を狙って、こうなるとライフルが足りないんだな。ライフル作ろっか。はい、あとグレネードって何個あったっけ。グレネード5個、なんとかセンサー2個、ソニックブラストライフ、ソニックバルサこれ全員処置を義務付けよう。で、グレネード捨てて12個になるようにして、
犠牲者が、被験者が来たんで。っていうか、アーマーいつ作れるんだよ。アーマー欲しいな。おい、ニコ生クルーズ。ショー、間もなくニコ生クルーズが到着します。なんでダメなんだろう。ショー、ニコ生クルーズが到着しました。単純に武器の数じゃないのか。もう。積載量的な。そういうことかな。ゆうちゃんとエッチしたい。お、よろしくお願いします。イケボ、イケボありがとうございます。田中刑事もう帰ってこなくていいぞ。どうしよっかな。なんか武器が、お前の手マンで濡らしてみろ。足りない疑惑があるんだよな。田中刑事は岡山県警、これじゃない。お前の手マンで僕を濡らしてみろ。何これ、わら。ペアム、ニコ生クルーズが去っていきました。大丈夫でしょう。おっく。てか、わかった。あのね、このリストに載ってるこの辺の雑多なやつが邪魔。使っていこう。でかいやつ。あとアーマーが作りたいんだが、アーマーないの。なんか、メディキットなんか作ってもしょうがないしな。とりあえずもう戦闘にはいけると思うんで。なんか作る？いらんよな。いらんな。お、強い。おお。誰もいないんだけど。過疎だ。人気がないな、この星。どうしよう。なんかもったいない気がしてきた。あ、サイエンティスト来てんのか。じゃあ、投下しないと。え、マジか。よし、ラボラトリーを作ろう。決まった。今後の方針が決まりました。ラボラトリー、どれが研究所だ。動線を考えたら、ここか。近くに置いとこう。そうなると、人が住む場所は足りてるな。研究すぐに新しい研究に入れるように増員の計画をしておこう。26日だけど雇うのが早すぎる。いや、ハトスキップで。
今月何もしてないですよねって思われたら嫌ですね。出た。This unit generate a spherical multi-layer magnetic field。 マグネティックフィールド。うん、これ O にしか見えないだろう。The array projects up to 1000 meters around the sub. The alien navigators are directly linked into the machines and feel their way around the invisible world beneath the waves. なんか能力なんだな。よし。トランスミッションリゾルバー、いけー。ちなみに各国の評価今こんな感じです。非常に心象が悪いと。で、これね、毎月の給料がこれなんですよ、合計で。500万ドル。給料がもらえるんですけど。それとは別にね、あれ、これか。運用費が。これだけかかるので。いやー。100万円くらいしか残んねえなぁ。サイエンティスト雇いすぎた。帰ってくれ。雇いすぎたなぁ。ああ、さらに増員が。ちょっと兵士にならないか。トランスファーとかでさ兵士にできない研究者を。維持費、サイエンティストの維持費が半端じゃねえな。よく見たら。いや、こっから俺たちの評価を上げていけばいいだろ。 UFO が来ないんですけど。太平洋がダメなのか。これ見ればいいや。じゃあこれどれを。ユーラシア、ユーラシアか。ユーラシアですね。え、今これ今何月？まあ2040年。あ、ここか。今ここか。今上がってきてるのがどれ？これ？これ？どれで？あ、これ。スカノイナビア。どこ？どこだよ。
旅行みたいな。ダメですね。地球の反対側に基地をもう一個作るか。ブラジルに。この辺に。でも絶対運用費足りねえよな。基地作るっていくらかかるんだよ。いや、やめよう。長門行きみたいなことできないから。出た。俺たちのパワーの見せ所じゃないか。今こそここでやれたら評価が変わる。完全ミッションですね。完全しました。みんな武器持ってるよな。ちょっとこっちの武器どうですか。ここら辺の余ってる武器。余ってるって言ったらあれだけど、やっぱ僕統一したいんで武器はね。制服と一緒で。地上じゃん。めっちゃ地上じゃん。え？敵？敵かこれ。敵じゃないな、人だな。村人です。久しぶりの地上ミッションだなぁ。いてててて、地上ミッションあるんですね。いやぁ、マジか。やべ、ポイントがね、死ぬなぁ、これ。おつ。君たち3人は、さよなら。待機。待機組。で、お前らは、こっちを探索してくれ。あれ、村人？あれ。害はないんでしょうか？本当に。話を聞いてくれ。どの辺でエイリアン見ましたか？武器をバラバラにしたくないかっていうと、誰が何持ってるかわかんないから、わかんなくなるからな、意味が。待てよ、この距離ならできるんじゃないか。例のあれが、グレネードを左手に持って、グレネードを、あ！もうダメだ。動けない。グレネードのピンを抜いた時点でターンが終了してしまう。そしたらもう自爆するしかなくなっちゃう。左手持っとけや、お前ら。なんでバックに入れてんの？ん？やべ、大量虐殺が始まってる。カクカクしてる。HTML5 のせいではないです。村人の動向は、あ！
ドショットか、オートショットか。お、ナイス。死んだね、多分。家の中入りたくないな。でも悪くないね。うわ、どこ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 、どれ、え、見えないんだが、いる？いなくない？いた。まあ撃つよな。どこに撃ってんねん。バカなんじゃないか。これ壁、壁か？壁だな、埋まってる。後ろから回り込もう。こっそり。こいつら上の方を探索してくれ。足早っ。なんだ急に。足が速いタイプなんだな。通過兵も待機。こんにちは。早く避難した方がいいですよ。エイリアン何体いるのか分かんないからな。じゃあこのミッション終わったら寝まーすって言ってさ、まだ終わんねえのかよみたいになることも受け合い。グレネードも、そうだ、グレネード持ったまま死ぬと爆発するんだよな、確か。ダメだ。絶望的だな。危ないぞ、危ないぞ、避けろ。だお、避けた。大丈夫か、ノーダメージ、素晴らしい。やるぞ。え？マジで。やるぞ。まあいい。いくらでもチャンスある俺たちは。全然狙う気がないのか？壁があるじゃん。言えよ、立ったら。壁があるんで無理です。これは当たるだろう。アンダーウォーターウェポン。武器が水面下にある。やめてほしいな。どうなってんのか全然地形がわからん。何これ。どういう地形なの。へこんでんのか。
いやー、地形がクソ。囲まれてますね。どっちも出ない。あ、でも当たんねえな。しゃがんどこ。しゃがめばかわせるだろう。こっちは誰もいないんじゃない？誰もいないと踏んで、撃たれた今。おいおい、家が壊れてくマジで家にいるじゃん、明らかに。なんだこのカクカクは。あなんだ、消えたが。なんだよこいつ、クソエイムが。俺がお手本見せてやる。ほら、オッケー。そっか、まだいるんだっけ。あー、やべー。いっそだから目には目をみたいな感じで、グレネードを左手に持ち、設定し、投げる。え？投げれるだろ。投げる。ナイス！逃げる。逃げる。よしよしよし。いいぞ。家の中に誰かいることが発覚したんで。もううろうろしてたのが思った。よくそっから見えるな。これか。
にも一人いるんだよ。いやー、なるほどね。なるほどだ。それで全部じゃない？多分このマップの広さ的に。もういないじゃん。OK。よーし。強いな。どっから撃ってきた？どん。じゃあこれは防衛ミッションでもあるんで、この村人を何人生き延び俺たちの街が。ひどすぎる。じゃあこれ窓から中を見るみたいなこともできます。でも中にいること分かってるからな。このドアなんで開いてるの？誰が開けた？おかしい誰か開けたな。こっちに出入り口あるじゃん。ここから行こう。挟み撃ちだ。お前も中に。してないか。もういない。いないの。上か。どうなってんのこれ。マップがわかんねえよ。だから。上に行きたいんですけど。どうなってんの登れねえ帰ろ。飛び降りた。この辺から撃たれてるの。多いな。うまっうまっ。天才か。できるじゃない。
たちは外から。おお、びっくりした。トイレか。お邪魔するわよ。どこだ？自動で撃ってる。俺何にも命令してないのに。感染してるな。落ちちゃった。どうも。感染してます。お、みんな。あと俺が見とく。マジどこどこだ。ああここか。だからこれでもいいんだろ。ゲイ塗る。もうほんといないな。全滅。まだいるし。失った。やられたな。どこよ。マジマップがわかんねえ。誰もいないよな。休憩しよう、ここで。休憩。あれ、なんかどんどん人数減ってない？気のせいかな？どうだった？今、この辺か？この辺か。カメラ。あ、村人だ。村人死んでくれないか。真面目にここどこだよ。待って、本当にどこに。ここだ、ここにいるんだ。こいつが、寝てるから。いねえ、誰も。ああ、だめだ。みんな死んじゃった。お、登るな、勝手に。誰が登っていってんだ。
もう。え、嘘、どこ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 。いらねえだろこのゲーム。中だな。中に行かないと。中に一人います。なんか空爆みたいなのを食らってるけど、嘘だったー、いなかったー。マジでどっから撃たれてる。このあるのか、こっから。
ライン。ずるいよこいつ。ずるくない？マップもずるい。近づかないじゃん。だって撃てねっつんの。当てる必要なんかあるわ。これ当たんない？下手くそー。貸してみ俺に。探すのがめんどくさい。見つかんねえ。敵が、敵いないんじゃないんですか。もうクリアじゃないか。いないもんだって。いるってなら出てこいよ。人じゃねえかよ。今映像と音合ってなくない？ん？今気のせいか。今いなかった。
こんなとこいるわけないな。村人いたら死ぬもんな、絶対。死んでみてくんないかな。誰もいねえ。いないですよね。マジでいない。あれか？気絶か？いや、気絶でも、瀕死扱いだろ。どうしたらいい？ヒント。ヒント。ヒントってか、どこにいるんだよ、マジで。いねえじゃねえかよ。探索してない場所があるか。だとしたら出てこいよ、自分から。なんで俺が探しに行かな、ならんのだ。エイリアンが来たって言うから俺は来たんですけど。いないじゃないですか。敵がいないのおかしいだろ。こんな隅々まで探索してんのに。
敵は何をしてるの？あれか？これ自動で終わらないのかな？この、なんだ今、変な動きしなかった。気のせいか。自動で終わらないんじゃないか。自分で、もうそろそろいいだろうって思ったタイミングで、帰還する。そういうミッションなのかもしれないな。この防空壕の中見てみたい。あとフォールアウト2みたいに見やすくなるもんかな。あれ？うわ！マジで？ここにいたのずっと。やば。どうしよう。相手人間じゃん。ホラゲーか。ホラゲーやってます。人間じゃん、これ相手。オンライン。モードでしたっけこれ。おい、デモンズソウルだよ。敵がボスだ。敵が敵なんだが、このゲーム。じゃあ対策は、あるんですけども。火をつけて飛び込めばいいんですよ。簡単。緊張感ありますね。ずっとあそこに閉じこもってたのか。PUBG だな。これ PUBG じゃない？なんだ、PUBG だったわ。気が狂ったか。投げて。逃げろー。全然逃げれない。当たってない。これもしかしてグレネードの爆風って壁貫通しないの？おい、現実じゃん。順番待ちになってる。こんなマップに悪意があるよな。うわ、全滅もあるぞ。うわ、いいね。あれこいつなんなん、マジで。
防御力外すやついねえだろ。よしよしよし。よーし。え？まだいる。嘘だろう。防空壕か？ってことは路線としてはもうこっち残り2体なんで。この辺に防空壕があったよな。操作が難しいし、ここ出るのが難しい。うわ、いた。OK、しゃがんで待機。しゃがめば当たらないから。ここまで来てやられたら、これあれか、ここ丘の上見てたけど中があるんだ。わかんねえよこれ。あれ？お前武器は？武器忘れてるよこいつ。なんで武器失っちゃうんだ。この中ですね。どうやって中に入るの？どうやって入るんだよ。ずるだよこれ。入れねえもん中に。あ、これか。は？これか？どうやって中に入るの？これ昔のゲームだこれ。昔のゲームじゃん。壁壊せないの。どこに壁があるんだよ。壁ないじゃん、どこ見ても。お、ああ。ここか、入り口。よし、わかった。一旦、はい、あ、そうなってんの。ああ。わかるかよ。あ、終わった。あ、終わった。大丈夫。新たなる武器を手に入れたアンディ君が今向かっております。スタジオまで向かっております。終わったアンディ急げ。
人類最後の一人。じわじわ行こう。ナイス。見た？俺の今の作戦。行動せずに、今見た？こう、あえて行動せずにしゃがむことで、敵が歩いた瞬間自動で撃ってくれるっていう、ディスガイア形式。よーし。まあ、多大なる犠牲を伴ったわけですが。基本じゃないの。無事、エイリアン壊滅と。いやー、よかったよかった。チームも壊滅。気失ってたやつが2人いたわ、そういえば。命拾いしたな。そうか、2人死んだふりしてたな、そういえば。命拾いしやがって。え、お金がないってことっす。オン・ニコ生クルーズ。オン・ニコ生クルーズです。間もなくニコ生クルーズが到着します。お金がないんですが。次の給料日まで待とう。ニコ生クルーズが到着しました。次の給料日まで。スキップ。00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 0
上がってなくない？ちげえわ、下がった状態からさらに下がったんだ前年比だこれ。そうか、ハワイどこ？ハワイはこのどこだ、どこだろう、この辺ですね。豆豆豆。そうか、ベアム、ニコ生クルーズが去っていきました。おいスカノイナビアからの寄付金0円になっちゃった。0円だよ。おっく、ネオ、ネオジャパンですら34万ドル出してない。まだ助かる。おお、俺100万しかないよ、もう。小銭だよ、みんな。小銭。金もない助けてくれ求人募集しよう。体力に自信のある方、私たちと一緒に国を、星を守りませんか。やりがいのある仕事です。セーブしよう。待てよ、これ490万だろ。維持費が440万なやばい破綻する破綻するだから、ちなみに頭がねえな、頭を生産しなきゃ。
足りねえ足りねえわ、もっともっと生産しろ。俺上手くなってるなこのゲーム何やってるか全然わかんないだろ見てる人。トランスミッションにするわ。これ施設か。こなれてるな。こなれてますね。これエイリアンコミュニケーションズユーティん？ユーティリース。なこの辺のフォントやばくない？なぜ読めるのかっていうレベルの潰れ方してるよな。3DS 版ドラクエ10みたいな。アーマーを僕は作りたいんですけどね。いつになったらアーマーが俺作れるようになるのか。アーマー作るの好きなんですよ一番好きこのゲームでアーマーを作ってる時が。暇だしマグネティックナビゲーション作ろうぜ。何に使うのか分からんけど2個。あ、15万。おーし、アーマーって効果あるの？ないと思う。でもなんかアーマーを作れるようになるとレベルが上がったって感じがするんですよね。うまくなってるな。話せるようになればそれなりにそれなりにそらそうか、そういうのもあるのもう高低差やめてほしいんだけど、このゲーム全部平らなあれにしてほしいな。行ってみましょう。全部決まってるな。いってらっしゃい。イエーイ、勝った。なんかわからんが勝った。簡単だなこのゲーム。プラスチック、お、おい、これで作れるんじゃないか、アクアプラスチックで。アーマーが、アーマーを作れるようになると、なんか単純にさ底上げになるじゃないですか、戦力の。新しく兵士雇った時って
なんかね、どうあがいても弱いというか。でもアーマーがあったら最初からある程度ね防御力のある状態で戦力になると、まあ、意味はないんだけど、別にほら筋トレと一緒だよ誰と戦うんですかって聞く人いないでしょそんな筋肉を鍛えてもどうせ地震が来たらみたいなこと言う人いないんですよ。強くなることが嬉しい。殴られる前に殴るゲームじゃないのそうですよ。だから筋肉いらないじゃんって言われても筋トレはしたくなるだろう。だってこいつらこの時間どうやって過ごしてると思ってんだ。 UFO が来ない時間、この兵士たちはこいつ給料払ってんだぞ。筋トレするしかないじゃん筋力よりスタミナか精神力だな。そうなんだけど、でもね、いくら相手が銃持ってるから筋肉意味ないよって言われても筋トレするしかないじゃんもう訓練度を上げるのか、銃のエイム力を上げるみたいなのないの。内省したいんだけど、信長の野望みたいに。何をしたらいいんだろう、この時間。武器作ってあげなよ。武器。あ、来た。来た。来た。ついに山が。やった。やったぜ。で、アーマー作るにはプラスチックを作らないと。いけなかった気がする。一応様子見ね。武器作ってあげなよって言うけど、何が強いのか俺わかんない。もっとエイム力のある武器ってことか。例えばどれよわかんないもん。だってわかんないもん。例えばだから最近使ってるガウスライフルクリップじゃね。作ったら。わかるまー。ガチ勢がいますね。エイム 100%、 オート 50%、 スナップロ。そんなにないだろ。そんなになかったぞ。嘘つき。作っていくか全部。でもたくさん作るとね、その自由度が上がっちゃうじゃないですか。もう自由度の高いゲーム苦手なんで、できるだけ縛っていきたいんですよね。ガウス系は初期だから。しょうがないさ。ガウス系って初期なの？もう俺最終。それは。すまん。俺初期の。感覚なん武器じゃねえ、後期の。あれ、ああこれか。これで何個作れるの。いっぱい作れる。12個。わかんなくなってきた。ちょっと待って待って。そこまで言うのなら、強そうな、ソニックキャノン。ソニックだもん。
強いに決まってるよ。次の給料日が近づいている。お金がないんだ。37万ドルしかないんだ俺は。給料よこせ。よし。ん？あれ？今何してんの？今何してんの？何してるんだろう俺今。何をしてるの俺は。ちょっと待って。おい、給料少なすぎる。ああ、7万ドルだ。給料。7万ドルです。大変だ。破綻するって。ちょっとダメだ。経費削減しよう。リストラ地獄。あれ？あ、こうか。あれ？売れないよ、人。おーい。意味わからん。この辺の武器全部売っちゃおう。使わねえし。これ使うんじゃないか。ん？どれがなんだ？もうわかんねえ。ソニックキャノンいっぱい持ってるな。そうか、持ってるけど使い方が分かんないんだ。あ、間違えてキャンセルしちゃった。だから研究が大事なんですよ。持ってても敵の武器奪えるけど、奪っても使い方分かんないんだもんね。行けー、突撃ー。何ため息しとんねん。早く全滅しないかなと思ってるんだけど。みんなはね、俺はもう全力で戦ってますけど、みんなはもう早く全滅しねえかなって思ってるだろ。そう思うとため息も出ますよね。人が頑張ってる時に。さっき地上戦だったから、逆にやっぱ水中戦が斬新だな。こういうやっぱ飽きさせないですよね。地上でも戦い、水中でも戦い、3は空中になるんじゃないか。楽しみだな。4では電脳世界、5ではなんだろう、魔界みたいな。買いだけど何しよう。来た。てんてん。いますよ。敵がいますよ。まずは待機。殺
せばいいんだろ。簡単な話。あれ？あれ？いない。いた。おい、進化してないか、敵も。こっから撃てないよな。敵は撃てるのにずるい。あとはもうみんな、バラバラに行ってくれ。チレチレ。このゲームマジ時間泥棒なんだけど、一生やってしまうな。終わりがないな。こっちも撃てると思うけど、ターゲット場所を選択すれば。いや、撃てると思うんだけど、絶対サンゴ礁に引っかかると思うんだよね。当たんないと思うけど。こっから。ほら当たらんよな。ちょ、こっちから回ろう。残念。相手が近づくのを待つっていう、ごめん、試練とアスカと交互にやるからこういうことになるのかな。敵がいたってなったら、まずは待機っていうさ、近づいてくるのを待つみたいな。相手はデブートンなのに。勝った。そういえば俺アーマー作ったのに装備してねえな。おい、ああ！サンゴ礁。サンゴ礁じゃん。もう、ミスったな。突っかかったじゃねえかよ。まあ、何こいつ何こいつ君名前なんて言うの？ポール・トンプソン。あ、トンプソンって名前してるだけあるな。それにしてもこいつ硬いな。オートショット3発当てるとかコスパ良すぎだろ。まあ、みんな上手いんだな。からもう狙い撃ちしていこう。やっぱこいつ強っ。果てしないな。敵のランクが上がってきてるね。さては、ちなみにこれビギナーモードでプレイしてます。え？どこ？あ、いるし。もう、近づいてくるの、待とう。ん？ん？みんな。ああ、ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。パニックになっちゃったよ。バーサクした。大丈夫、まだこんなに残ってる。戦える俺たちは。
これだけ殴ってダメか。なんとかなるような気はするけど。硬すぎる。硬。こいつありなの？それはアーマーがあれば、ああそして敵を見失うという。ぐちゃぐちゃ、あ、ぐちゃぐちゃだ。上にいるのか。ダメだ。これダメだ。帰ろう。これダメだわ。帰宅。帰宅だ。帰るんだよ。入るぞ。こんなんずるいよな。敵が強いっていう、ずるい。武器なんて捨てて帰るぞ。帰るぞを。何してんの。身を挺して入り口を守ってるんだよ。入り
ゆうちゃん開けんなよ。羊じゃんこれ、もうメリーさんの羊だよこれ。柵を開けたり閉めたりしてさ、追い込んでも追い込んでも出てくるっていう。なんだこれ。置いてこうぜこいつも。置いていくか。よし、脱出、無事生還。まだ生産中じゃん。なんだ、よかったよかった。あ、いけないよ、アーマーが。お、 115%100% 超えたな。 100% 超えるくらい練習したな。武器が分かんないもんな。あれ、俺なんで51人いるの。アーマーの、違う、アーマーじゃねえや、人を雇わないと。やばいやばいやばい。じゃ、待て待て待て。はいはいはい。
しくないな。いくつ足りないんだっけ。いや、あ、違う、逆武器だ、でもないと。ミディアムとか絶対無理だからね。さっきのスモールだったぞ確か。武器ないもんな今。それしかねそんなバカなそんなバカな。臨時収入みたいなのよ桃鉄みたいにさ。これどうすんだよ俺今月どうやって生活していくの。いや強いかもしんないけど、研究費用はかかんないのかな。ただなら作っちゃおう。パス。給料日まで飛ばさないと無理だ。さよなら。よし。これはソニックピストル用か。ソニックピストル作ってないけど、ゼロは行かないと評価下がってお金がさらに減るんじゃと思ったりいやーそうなんだよな。そうですね。テロいけないよ絶対無理だもんだって。あーでもあーそうか、行って何もせずに帰るだけでマイナスはない気が。あ、そうなの。じゃあそれだわ武器がねそんなバカなことが。すでに近くに脱退しているという。脱退してる。じゃあ
こいつのとこにエイリアン行っても絶対助けに行かない。で、あ、今月で2か2か。え？あ、ほんまや。だって敵が強いんだもん。しょうがないじゃん。俺悪くねえよな。行くだけ行って、なんか強そうなのがあるな。たまがない。でも地上やっぱいいね。観光だと思って、まあ、いいなこのマップ。地上の方が100倍面白くない？このゲーム。水中つまんねえよな。これ？これ？オブジェクトじゃないの？様子見よう。着ぐるみにしか見えないんだが、経験値稼ぎに。よっしゃ。これ帰ればいいだろ。これ評価もらえるだろ。敵を一体倒した。すげえ街中に着陸したな。テーブル下がってない？10人殺されたとこに関係ねえじゃねえか俺。上がったけどなんか階級が。よし、じゃあそろそろやめますか。ちょうど1日だし。これこの浮いた20万は俺どっから357円しかなかった気がするんだけど。これこの20万も発生したんだ。なんでこんな金持ってんの？まさか赤字額じゃねえだろうな。赤字になってますよ僕今。あれ？あ、アウトか。そうか。大赤字ですよ。どうしたらいいんだろうね本当に。
イエンティスがもういらないよな。捨てようぜ。リストラしよう。あ、違う。全研究中だ、今。この研究が終わったらリストラな。黒字になりました。ありがとうございます。よかったよかった。よっしゃ、今日は一旦やめますか。お疲れ様でした。方言難しいな。最新作はマリオラビッツ、よくみんなできるな、こんな難しいゲーム。任天堂も勇気出したな、こんな難しいゲームスイッチで出すなんて。大人向けだわ、ほんと。